3D ペン彫刻技法、アジア像を作る。彫刻といえば、粘土、木、石などを用いることは一般的です。これらの彫刻は古代からの歴史があり、彫刻技法が確立されています。3D プリンターの登場に伴って生まれた 3D ペン、優れたポテンシャルを秘めていますが、まだ歴史が浅く、彫刻手段として一般的ではありません。この動画では 3D ペンの彫刻に興味があるもののやり方が想像しがたい方へ、基本的な造形方法について要点を踏まえていきます。一つのアプローチとして参考に、アートライフにお役立てください。アート系以外の方も見るだけで楽しめる内容にしていますので、ぜひご覧ください。用意するものは、回転台、適度な大きさの箱、適度な大きさで厚みの板、スマホ、タブレット用のアーム、アームホルダーの部分、先端はボール状をむき出す形にし、3D ペンのプラスチック素材で覆っています。プラスチック素材のシート、以上のもので制作台を作ります。2つを重ねてホルダーで固定します。先端のボール状が板の中心に来るようにします。高さは作ろうとしている作品の大きさによって調整します。制作を始める前に近くにコンセントがあるかご確認ください。使う道具、ヒートペン。電熱ツールはいろんなものがあると便利です。主役の 3D ペン、 PLA フィラメント、これらで作っていきます。アームの高さを調節してスタンバイ完了。アームの先端にプラスチックを絡ませて地面とつなぎます。このライン上から生み出します。今回は資料の豊富な1頭のアジア像をモデルに、卓上サイズの彫刻を目指します。つまみながら横に広げていきます。冷えるとすぐに硬くなるので、すぐに固定させたい場合は息を吹きながら作ります。今はざっくりとしたフォルムをイメージしています。この段階では大きさをイメージしていきます。軸がどこにあるか漠然とした中にも見出していきます。モデルは動物園で見られるといいですが、閉園している場合はインターネットから動画資料を集めて観察します。この時点ではまだ2次元です。プラスチックの細い線なので、軸が違うと感じたら手で形を変えながら固定していくことができます。ただ間違っても大丈夫と油断すると、つい観察がおろそかになるので気をつけます。そうは言っても初めてでは気軽にやりましょう。前に引いた線を足場にし、場合によってはつなげて補強し、少しずつボリュームをプラスしていきます。トラス構造といって三角形は強い形です。こ
これを頭に入れておくと徐々に構造が強くなっていきます。表面ではなくモデルの姿勢や動きを見ています。スカスカなので反対側の形まで見えるため、全体感で進める上で粘土より行いやすいかもしれません。膨らみを持っていきます。気の長い作業に見えますが、逐一モデルを観察して迫ります。強くなってくると徐々に修正しにくくなるので、まだなんとなくのイメージではあるが、間違えすぎないように観察しながら進めます。少しずつフォルムが現れてきます。しかしまだまだボリュームはついていきます。少し具体的なフォルムができつつ、まだ向こう側の形も見えやすい状態です。まだ手で曲げられるので、今のうち間違いは修正していきます。観察を重ねていくと同時に線を重ねます。動きは大方定まってきたので、横幅やボリュームを見ていきます。ランプシェードにするなら心当たりで止めておくのがいいですね。だんだんと向こうが透けては見えなくなってきました。徐々に肉体の構造に着目していきます。胴体の大きな膨らみの中で、胸郭、骨盤の膨らみと内臓の膨らみなど、少しずつ分析する目で見ていきます。十分なプラスチックで取られたところからヒートツールで加熱して形を整えていくことができます。足は体重を表現する部分です。骨の長さや筋肉の使い方など注意深く見ていきます。これくらいになると手では到底修正できなくなります。姿勢やポーズ、動きは確定されてきました。各部分の膨らみや形も周りのフォルムと関連させながら迫っていきます。線を引く方向を様々に変えながら多角的に観察していきます。徐々に電熱具を使う割合も増えてきます。大きく形を変えたいときはヒートガンの熱風が有効です。シリコンの指サックで柔らかい段階のプラスチックを直接触って造形することも多少は可能になります。電熱具を押し当てると線的な表面がフラットなものになっていきます。さらに形が確定された印象になっていきます。見えにくいところと見えやすいところは関係しています。見えにくいところを作ると歯車が合ってくることがあります。よく動くところほどシワが刻まれます。表面の観察から内部の構造を表現するつもりでどんどんと迫っていきます。高い位置ほど股や横腹に比べて深いシワがなく、比較的フラットな印象になっていることに気がつきます。
電熱ペンは細部の造形に役立ちます。鼻の曲がる癖や形の特徴は絵を描く象さんの姿でよく観察できます。脂肪分による足のフォルムは特徴的です。電熱具を駆使し、地面との接地の具合を微調整しながら作ります。納得がいく形まで追求していきます。